やっほん、こんばんは。あ、ナイトクルーズ、クルーズか、あれクルージングがよく分かんなくなっちゃう。行ってきたんだ、いいですね。大変だね、メンバーさん。そっちの子もだし、今日フェスもあったし、私はレッスンに行ってたけど、明日、明後日は話し会もあるし、大変だね、メンバーさん。こんばんは。髪がふわふわ。そう、いつかたくさん行く。ありがとう。明日はあれですね、2日目はないけど、1日目の2つ目の部の方、2つ目なんだけど、はい、カラオケのステージがあるから、そうそっちも楽しみ。今からギフタイム行く。えー、いいじゃん、岐阜にまた寄ってくれてんの嬉しいわえ、そう、明日お話し会でカラオケあって、帰る時間が22時過ぎそうだから、もしあの去年先輩方もされてたけど浴衣の状態でね、あの配信ができるならしたいし、そう、難しそうなら、まあ、朝するしかない、8時台とかに。明日私待機時間7時間半ぐらいあるんよ話し会が2時間目で、そのステージが5時間目が終わった後に2つステージがあるんやけど、その後の方だからめっちゃ待つ。そう、7時間半待機ありますので何歌うか、えー、楽しみにしてて。今日カラオケ行って歌いたい曲の練習をしてきたんだ、短いけど。そうなんですよ、お仕事になった。そりゃやだね。会場からね、できたらいいけどね。2時間目終わった後、グッズの売り子さん、したいよ。今回グッズいっぱい出るしね、歴代衣装も。そう、あるし、嬉しい。そう、待機時間で、そう、岐阜行って往復できるよ待機時間もう一回家に帰れるよ、全然。そうそうなんです。待機時間本当にもうどうしようね待機時間本当に何しようってか、7時間やばいよね。7時間あったらねえ、何曲か覚えれるよそうだよ。でも浴衣状態、多分ね、一回も浴衣は崩さずに最後まで切っ歯だから、最後の時崩れてないといいなと思う。そうそうなんですよ。課題はしたくないできればしたくないけど、やらなきゃいけない。でもね、荷物が明日はさあるから、普段の話し会よりも。そうだから荷物できるだけ増やしたくないから、課題、教科書を写真撮っておこうかな、で持ってこっかな、携帯に入れちゃえば楽。え、花火もそう、楽しみ。花火したいね、花火。そうなんよ。そう、したくないって言ってるから、そう、いつも月末ないの。本当にそうなの、本当にそういつもそうなるから。私、明日のカラオケはね、私たちの部は懐かしい曲ってことで、私はもう絶対誰でも、そう、あの聞いたことがあるだろう曲、うん、知らない人はいないんじゃないかっていう懐かしい曲を歌おうと思います。絶対聞いたことあるはず。そうなの、ピアノ行くの行かない、弾けたらいいけどね、さすがに会場にないだろうし。絶対みんな聞いたことある、国歌、それは確かに聞いたことあるわそう、なんだ、昭和の曲ではない、平成か、あれはレアじゃないね、平成の曲だけど、平成の曲だけど絶対みんな聞いたことある、もうそこら中で流れてた曲。楽しみにしててください。そうなんですよ、楽しみ楽しみ。なんか前日になったけど、特にさ、なんか撮影、浴衣撮影がありますよとか特にないよね。明日急に出ることはないかな。去年あったから今年待ったらいいなって思ってたけど、カラオケのステージが OK になったりとかね、
何かしらあったらいいのにね。団子最強確かにギターを取る見たこと、なんだろうね。そうなの。じゃんけんも、確かにじゃんけんもなかったね。前の時じゃんけん楽しかったからそうしたかったんだけど今回なかったね。せっかく私さもうめちゃめちゃ待機時間あるんや。本当にもう睡眠、私の普段の睡眠時間よりも長い待機時間があるからもうそこで何かしたい。そうまだ3期生はレーンが一つだけだから それ以外の時間が本当に本当にねそうすることがないです。もう6時間ぐらい配信しようかねそうね、狭いか場所難しい。どうなんだろうね。物販はねありそうやね。毎回あるからそう課題持ってくのはめんどい。そうトランプ、なんじゃもんじゃゲームは持ってこうそうでも帰るってなると気崩さんといかんしまた着付けてもらわんといかんし。そうなの。でほんと帰れるんよね時間的に。7時間半ありますから。どうしよう本当に7時間半暇ですね。確かでも私と同じ時間ユーナもね同じカラオケステージで同じ2時間目なんだけど、そうユーナと7時間半待機するしかないかユーナともっと仲良くなっちゃう本当にすることがない。どうしよう。ね、あさっては帰るの早そうよね。2時間目だからそうだと思う。炊き出しするしか、何しようかな。もうなんかスタッフに紛れようかな。そうあの例の対応とかしようかな。そうはい荷物ここに置いてくださいね。はーいはーい何枚でーすって言ってやろうかな。本当に大阪行って遊べるねえ本当に長いよね。そうガチね。そう寝れるんや。私の普段の睡眠時間多分さそんな長くないよ。6時間ないと思うからさ普段の睡眠時間よりも全然長い。近くのカラオケ屋さん行く。行きたいよ行きたいよ。ナイズクルー、あ行ってきたんだ。いいね。そう剥がししてもいいよ全然するよそう勉強かまあまあちょっとはやりたい。そうスタッフやったら気まずい人いそう。やばいどうしようね。七並べ、確かに今日私七並べをねたまたま3回2回かしたんだけど1回目の時に自分のファンの方にたまたまねそう会いました。野生のユイニャン登場って感じで会えて嬉しかったです。そうもうお手伝いできちゃう。本当にスタバ飲むいいね。書き初めアシスタント、したい全然するもうだって超暇だよ。何どうしよう。物販行きたい。もう物販いるよずっと痛いよ。そうだよ会場レポする隅から隅ではでもうあのもうレポートするから。どうしようね。そうでも配信ができそうだったらするね。長めに帰るのがね22時全然過ぎちゃうからそうなんよね。そう X とかメールをね投稿してね。レーンね、そう端っこ明日と明後日でレーンが違ったね。明日は20かどっちだっけ。アルパーク内スタバあるの？行きたいよ行きたいよそれは。本当に7時間どうしよう。さすがにこんな待機長いことない。なんか2時間3時間の待機とかなら新幹線の関係とかなら全然やけど7時間はやばいです。7時間半やばいです。 X のとこ確かに最近してない。仮眠室ね本当に。朝もさ着付けとかさメイク髪の毛もやってもらわんといかんから
ちょっとね、多分いつもの話し会よりも準備に時間かかるから、いつもより早めなんよ。会場はさ、広島だから遠くないけど、明日が20で明後日が7か。ありがとう、詳しい、ありがとう。端っこだと大変だ。そう、映画見える。確かに、もう本当に7時間、大変だ。そうなんよね、浴衣。そう、ここちょっとね、動くのも大変なんよね。そう、待機が長いんよ。そう、いけないの行くわし。本当だよ、詳しいよ。8月25日のためにダンスレッスンはしたいけど、浴衣じゃね踊れないんよね。そう、浴衣だとね踊れんのです。全然、せっかくの、そう、浴衣だけど待機時間が長い。本当に明日は充電器、そう、充電器を本当に忘れちゃいけない。忘れたら終わる。充電器大事。ダンスはね絶対にできない。そうだよ。しかもなんかあれなんよね、8月25ダンス結構なんかザ・ダンスって感じの難しい曲とかも入ってるし、そう、大変だ。アルパークに学もあるの、ユーナの3人で行きますか。え？あれ？話が進んでる？そう、頭の中で夢トレするしかないです。どうしようね、一回脱がしてもらえんから。さすがにさ、7時間待機は一番長い気がするもん。え、一部のみの方でさ、その時間も一部だけって人っているのかな。いなかったら多分2部の私とユーナが一番待機時間して長いんだけど、どうしましょう。そう、1部、あとカラオケステージの関係もあるし、もう本当に明日大変だ。どうしよう。どうしよう。まあ7時間でメールをいっぱい送ろう。メール送って配信さすがにさせてもらえるかな。浴衣だからさ、あんまりなんかさ、何かを食べたりもできない。まあなんかをね、膝とかに引いてなら食べれるけど。そう、ショールームめっちゃやる。7時間半、え、オーディション時代一番多い時、連続ぶっ通しではないけど7時間ぐらい一日やってた時あったね。そうね、待機長いよね。そう、くるくるさんが1時間2時間だから長い。あ、なるほどね。でもあれかな、歌うステージ、カラオケのステージは私と同じ、逆の方かな。そう、私のところはユーナが司会進行なんよね。おもろすぎる。じゃあクルさんとも仲良くなれるや。そう、イベント仕事する、やばい。そう、え、前回の、そう、なんか浴衣の時、大阪のユミリンさん、あかりさん、リコチさんとかやってた気がする。そうなんよ、メンバーの写真確かにコンプリートできる。そうなんだよ、4人で映画館集合、どういうこと。ケータリングなんかあるかな、楽しみ。メンバーとの写真は確かに、普段ね、あれだね、先輩方とはお仕事一緒にならない限りあんま撮ることがないから、撮れたらいいな。それは確かに、メンバーと撮りたい。カラオケステージ同じ方とみんな撮れたらいいな。そう、くるくるさん、え、レーン隣だったよね、思った。くるくるさん楽しみですね。明日もう早い。でも今ぐらいか、もうカラオケステージ終わってるぐらいかな。そう思うとやっぱ明日本当に待機時間長いね。ね、先輩方と写真チャンス。ね、待機がすごい長いから、8月25の確認したりするか。
もうね、もう物販ずっといるよ。本当に。浴衣楽しみ。明日はどっちかっていうと可愛い系の浴衣が、で、明後日はちょっと大人っぽい感じの浴衣にしました。そう、え、柿橋さやかさん、え、卒業発表ね、あれは何年、2022年何年かなの夏のツアーからね、ずっと休業されてて、私も配信前にね、9時にそれが投稿されてて見てびっくりした。でもね、これだけ休業されてるともうステージ出すの厳しいかなって思ったけど、もう一回リアルタイムではなく、なんか事前に収録したものだけど、あるみたいだから、そう、いいよね。そうなの、着付けできないよ明日。楽しみ。物販とか多分、ありそう。でも物販お手伝いするとしてもさ、その待機が7時間とかだからさ、予想しにくくない？何時間目に私が物販いるかとか。そう、仕事終わって広島向かうので、その間配信したいしたい。そう、外出る予定確かにあるね。日焼け止めも大事。焼けちゃう焼けちゃう。何時間で着付け？もうなんかね、後半4時間目とか5時間目に来たメンバーの着付けもね、着付けできるかもしれん。そう、物販出るときはメールで、急に呼ばれなければね、いけそう。急に呼ばれたら難しいけど。お、寝室鬼没、やばい。ね、そうだよ、物販出しすぎてね、父、ほんと最近暑いからね、気をつけなきゃだよ。そんな私のレーンでは、そうなんです、内輪がもらえるのぜひぜひ。カラオケのステージもそう楽しみだね。懐かしい曲、絶対みんな聞いたことある気がする。そう、絶対みんな聞いたことあると思うし、めっちゃ有名。そうだね。マツケンサンバではありません。いいね、アイドル曲ではない、ではないね。そう、何曲って言おう、でもバレちゃいそうだな。言いすぎると。って聞いたことあるはず、聞いたことあるし、しっとりめの曲ではなくて明るい系の曲ですね。そう、アップテンポな感じで、楽しみにしてて。答え合わせは明後日の配信かな。そう、いちごもカラオケ今日一緒に練習行った。なんか普段はね、カラオケ一緒の部屋に入るけど、そう、カラオケ基本さ、その借りた部屋の料金ではなくさ、人数あたりの、だから今日はね別の部屋でね練習した。そうなんよ、いい感じ。そうそう、はい、懐かしい。お疲れさん、ああ、プラネタリウムとかね。そう、一緒の部屋だと、そう、いちごと行ったらアイドルの曲ばっかかもね。そう、同期と行くとアイドルの曲ばっかかも。そう、国家ではないね。そう、でもなんかね、 AKB さんとか乃木坂さん、STU もだしの曲も歌えるけど、それはまあカラオケで歌えるかなって思って、そう、このショールームのカラオケ機能で歌えるから、普
普段歌えないそれ以外の曲にしました。そう、明日の曲は高音よりも低音音が低めな曲だ。さっき歌ってる時に喉がもう、もうあーってなってた。めっちゃそう低い出だしの音とかが低かった。そう、そこでしか聴けない曲をそう選んだんよ。 AKB さんのとかはできるから迷ったけどね、いろいろ懐かしい曲って考えて、例えば AKB さんのこれは歌いやすいし、365日の紙飛行機とかなら誰でも知ってるし、その曲はね、推しの子で懐かしいって感じ。なんかピアノの発表会とかで歌った曲、ピアノの発表会で全員で最後に歌うんだけど、それで歌った曲だし、懐かしいからそういう曲もいいなって思ったりとかしたけど、やっぱそこではそこでしか聴けない曲をしたいなって思って、楽しみにしてて。そう、中島みゆきさん、ではないけど糸とかだよね、中島みゆきさん。そう、松田聖子さんでもないね。ガチ系ね、ね、受け狙い、どっちでもない。あ、57、ありがとう。じゃあ明日は楽しみにしててください。メールとかでさね、クイズ、明日のクイズのさヒントとかも出しといたらさ、みんな答えやすいかな、考えよう。じゃあランキングを読みます。18位リラックマアットマカロン食べたいさん、17位ちくわドーナツさん、16位イハクさん、15位まっちゃんキューさん、今日は七並べありがとうびっくりした、10位キャピーさん、13位ヤオタンとつまみーさん、12位ディネアット明日明後日お邪魔しまんもさん、嬉しい。2日間来てくれるの。11位イケピーさん、そしてトップ10、10位バンタさん、9位ラベンダーバージョン系 A さん、8位モーさん、7位うまちゃんあとヤミーズ&つまみんヒヒヒヒヒヒさん、6位なーくんあとユニアと夏休み夏祭り一緒に行きたいヤオさん、ありがとう。トップ5、5位ヤマシンさん、4位スプマンテさん、そしてトップ3、3位あつよしさん、2位なるみあと 7.5 時間待機や修行ヤオさん、ほんとそう。新幹線とかの待ち時間に全然長い、本当にねえ。そして今日の第1位発表します。どこ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 どん、今日のランキング1位は遠野かっこいいパソさんです。ありがとうございます。この間も1位でお呼びした気がするんだけど、まあ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 、ありがとうございます。ありがとう。明日みんな来てくれるの楽しみにしてるね。おしましも可能だからぜひ待ってます。楽しみだねみんな明日。そう、絶対ね暑いから、ほんと明日も明後日もだけど水分とって、そうなんかねちっちゃい扇風機でも持ってきて。そうみんな暑さ対策しよう。そう明日も元気でいられるように。明日もしなんか後でマネージャーさんに聞いてみるんだけど、そう配信がね浴衣状態でさせていただきそうなら、そうそこでして、もし難しそう、さすがにできるような気もするけど難しそうだったら朝8時台とかにすると思います。ぜひ楽しみにしててください。そう暑いから本当に大変だと思う。みんな無理はしないようにちゃんと水分とって、今日はちゃんと寝て。ちゃんとご飯を食べて頑張りましょう。では終わります。バイバーイ、また明日ね。